その日、あずさ川作太は出会った。そう、ここから始まったんだ、僕たちの物語は。それは私と手をつなぎたいっていうアピール？かわいいって言うような。イケメンじゃない豚野郎のあずさ川は何をしに来たわけ？お兄ちゃんのキャッホーンを楓にも分けてください。年下のくせに生意気。あずさ川はバカかバカなのか。誰にも私が見えてないみたいなの。どうして明日になってくれないの？私が二人いるんだ。私のことを誰も知らない世界に行きたい。私は私が嫌いなんだ。私はみんなに好かれたい。てか嫌われたくない。最低だね、あずさ川は。だけどなんかホッとする。その子私引き取りたいんです。普通嘘の恋人にあそこまでしないよ。お兄ちゃんに笑っていてほしいんです。それでも今日までありがとう。それとごめんね。青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない。10月より放送開始。